こんにちは、家事が嫌いな星耳です。私は家事をできるだけ減らしたくて、食器洗いは食洗機を使っています。私が使っている食洗機はパナソニックのビルトイン型食器洗い乾燥機で、リフォーム済みの中古マンションを買った時についてきました。今日は私が使っている食洗機と食洗機でどれくらいのしつこい汚れが落ちるのかをご紹介します。私が使っている食洗機はパナソニックのビルトイン型食器洗い乾燥機 NP45RS6 です。結構容量も大きくて、食器だけでなくてまな板や包丁、鍋なんかも入れることができます。使い方は簡単で、表面についた大きな汚れを水で落としたお皿を食洗機に入れて、洗剤を入れて、電源を入れて、コースを選んだら、あとは2時間ほど待つだけです。食洗機自体のお手入れも、普段はフィルター部分にたまった汚れを洗い流すだけなので、とっても楽です。また使い始める前は水道光熱費とかが気になっていたんですが、調べたところ、食洗機を使うと手洗いよりも使う水の量が減って、結果的に水道光熱費全体で見ると安くなるらしいんですよ。でもちろん時間の節約にもなるので、今は積極的に活用しています。では実際にこびりついた汚れが落ちるのか実験してみましょう。これが3日前にカレーを塗ったお皿、これが昨日にカレーを塗ったお皿、これが今さっきカレーを塗ったお皿です。本当はね、こういう汚れがあると食洗機の中で汚れが飛び散って周りのお皿を汚してしまったりするらしくて、だからさっと水で汚れを落としてから食洗機に入れるべきなんですが、今日はあえて汚れがついたままのお皿を入れてみます。ではお皿を入れてと、一番手前は有利な気がするので、カレーを塗っていないお皿を一番手前に置いておきましょう。で洗剤を入れて、こういう頑固な汚れには強力コースが適しているということなので、強力コースでいきます。よし、スタート。では乾燥まで終わったので、早速中を見てみましょう。よいしょ。熱っしっかり乾燥されてるので、すごく熱くなってるんですよね。では汚れが取れたか見ていきたいと思います。まずは、さっきカレーを塗ったお皿です。じゃん。お、完全に取れてます。すごい、もうピッカピカでぬめりも全くないです。じゃあ次に、結構へばりついてた昨日カレーを塗ったお皿を見たいと思います。これかな。じゃん。あ、すごい、これも完全に取れてる。あ、もうキュッ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 ってなる感じでそして最後に、3日前にカレーを塗った、もう完全にこびりついてたやつを見てみましょう。どん。あ、すごい、もう完全に取れてる、なんもない、すごい真っ白です。いつも結構きれいにしてから中に入れていってたんですけど、これだったら結構汚れた状態のものを中に入れていっても問題ないのかもしれないですね。食洗機は正直ちょっとだけ音がうるさいっていうのはあるんですが、やっぱり楽ですし、水道光熱費の節約にもなるので、これからも活用していこうと思います。これでこの動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。